武田義秀とは、地方競馬の名古屋競馬場、安倍光一級舎に所属していた元騎手である。地方競馬教養センター騎手家庭第81期生。双子の兄、武田義孝も金沢競馬場所属の騎手であった。2005年3月31日付で、地方競馬騎手免許を取得。レース初騎乗は、 同年4月18日の名古屋競馬第1競争で、騎乗馬はサンデーハウス。同年4月22日、名古屋競馬第5競争で、セトレスラーに騎乗始発勝利を挙げる。2007年3月21日、高知競馬場で行われた第21回全日本、新人王走派戦に出場し、12人中2位となる。 2008年から毎年20勝以上を挙げ、名古屋競馬のリーディングでは約30人中20位前後を推移した。2009年12月24日には名古屋競馬第11競争にて地方競馬通算100勝を達成。2011年3月25日をもって騎手を引退。同日に名古屋競馬場で行われた引退セレモニーにおいて、 競争馬の育成に従事する意向を明らかにした。地方競馬における生涯成績は4698,143勝2着249回3着336回、勝率3.0%、連帯率8.3%である。中央競馬では2010年8月7日に新潟競馬場で起乗予定であったが負傷のため乗り変わりとなり、 結果的に一度も起乗していない。ありがとうございます。